こんにちは。今日はクラシックスミニコンダイノボッツ第2弾ノックダウン紹介しようと思います。トリケラトプス型から大胆な変形をします。まずは前足、一旦上に出してから下げます。これでロボットの足になります。一旦上に上げてから下ろします。このブロック前に出して腰ブロックになってますね。恐竜の顔下げます。そしてこのブロックちょっと硬いんですけども、額と言ってもいいでしょうね。眉間の部分のパーツを上に上げるとロボットモード顔出てきます。恐竜の背中から尻尾にかけてのパーツをガバッと展開広げます。これで完成ではなく、恐竜の後ろ足回転させるとちゃんと手首のモールドあるんですね。左右同様です。ノックダウン以上になります。